あ、そしてあのあーちゃんお誕生日おめでとうございます。あーメールもいただいております。今日は誕生日ですか。あーちゃんまさか。いやー本当なんでそんなごまかしてんのよ。あーちゃんおめでとうございます。誕生日だったとは。そうなんですよね、あの朝から一個も言わなかったんですけど。なんで言ってよ。もう今日のメールテーマはあーちゃんの誕生日にしてくださいよ。しません、今日フリーテーマなんで。なんでほんとあーちゃんが欲しいものとかでいいじゃん。あーちゃんが欲しい欲しいものとか手紙とか写真とか、そういうのはやりたかった。そういうことか。そうなんです、今日はありがたいことにお誕生日。36歳になったんですか。ならないよ。えなんでアッシュさんと同い年みたいな。いやアッシュはもう37ですから。いやいやいや変わんないから一個下みたいな。やめてください。27。ああ面白いですよね。初めて27歳のあーちゃんに会っちゃった。あそうだやった。朝一番はでも藤井アナだけどね。27のあーちゃんを初めて見た人藤井さん。藤井さん負けたなんてこった。本当にお母さんにも会ってないんですよ、はい、朝起きるの私が一番だから。あだから本当誰にも会わずに一番藤井アナ。藤井さんかやられたぜ。あ、 ありがたいことにね今日はちょっとメールもいただいておるので、はい、アッシュさん大丈夫いいですか。はい、いっぱい来てますよ。ありがとう、行きましょう、ラジオネームトゥーパープスさん。お、ありがとう、ハニョンあーちゃん。ハニョン、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あざます、アッシュさん。あざます、初めてあーちゃんに会ってから今年で10年目になります、うん、あの頃はまだ高校生だったあーちゃんが今では立派なラジオパーソナリティに成長しましたね。いちごの衣装を着た小さな女の子たちと出会ったのがふるさと伊勢崎市だったことも私には単なる偶然ではなかったと思います。あーちゃんこれからもふるさとの PR よろしくお願いします。 iPhone から送信。そこまで読まなくていいの。あ、これ読まなくていいやつですか。なんで iPhone から送信まで読むの。一応書いてくれたのかなと思って。はい、ありがとうございます。続きましてラジオネーム、はい、マキパパ改めエルフマンさん。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。あーちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。昨年からコロナにより思うような活動ができず歯がゆい思いをしてるかと思いますが、はい、必ず収束すると思って今は耐える時期だと思っています。はい、ずっと頑張ってきてるのも陰ながら応援させていただいております。ありがとうございます。今はちょっと正気して考えて収束したらまた休みないくらい忙しくなると思います、うん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 、コロナや風邪など十分に注意ご自愛ください、はい、また観覧や歌劇団のイベントにも次女と参加させていただきます。IMG20210101 アドレス読んでるんじゃないよね。なんか書いてあるんですよこれ。何何何、わかんないけど大丈夫か。これ写真だよ、ここから写真が貼ってあるよってことだよ。あーって書いてあるからよ。メール読み慣れてないですからどこまで読んでいいか分かんないんですよ。エルフマサヒヤヒヤですね、びっくりした。ありがとうございます、はい、頑張ります。すいません、はい、どんどんすごい100万通ぐらい来ますよ。100万通。読み切るかな。続きまして、ラジオネーム高崎パパさん。はい、ハニョン。ハニョン、あーちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう、素敵な1年になりますように。はいはい、シンプルです。ありがとうございます。ありがとうございます。おはよう前橋から。8時46分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とあっしーこと説教師です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はからはこのテーマでお送りしています。どうぞ。あーちゃんお誕生日おめでとう。違うでしょ。あ、違いましたっけ。そんなテーマにしてないでしょ。あ、それも込みのフリーテーマです、うん、フリーテーマー、はい、本当にありがとうございますね。あーちゃん嬉しいですね。なんか外見てみると、はい、女性の方が、怪しい人がいる。なんか女性版グラサンマスコジさんがいる。ね、ね、あのハッピーバースデーっていうね、メガネかけてくれてる。グラサンとマスクしてなんか怪しいフードもかぶれる。あー、フードかぶって、あー、グラサンマスクおじさん女の人バージョン。出たー。
いるんですね。怪しいですね。でも嬉しい、ありがとうございます。真っ黒クロスケだ。なんか多分リスナーの皆さんね、グラサンマスクおじさんの女性版だからチョビンさんかなって思われてるけど、また違う人ですね。チョビンさんじゃない人ですね。はい、いや怪しいな。めちゃくちゃ怪しい。じゃあ早速テーマいきましょう、はい、そんなドビンチョビンハゲチョビンさんからいただいております。あしくん、あーちゃん、皆様おはようございます。おはようございます。あーちゃん誕生日なの？お誕生日おめでとう。冬生まれなんだね。勝手に春かと思っていました。あー確かに、なんか春ほわって春のほわや、ほわやかさが出てる。すっごい言われます、春生まれから夏生まれでしょって。嘘ついてたんですか？あーそこなんで嘘つくの？じゃあ、はい、メール読みますよ。はい、お願いします。どうぞ、はい、ラジオネームキングヤスさん。はい、あーちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日は風が吹く、2月9日で吹くで29で吹くの語呂合わせにちなんで風の日なんだそうです、うん、風の時代、水亀座の時代がやってきて、あーちゃんがここからまた新たなスタートを切るのにぴったりな日ですね。あーちゃんの素晴らしい子を生かしてまた様々なことを発信してください。さらなる飛躍を期待しています。はい、アッシーさん、あーちゃんに最高のエールを。あー欲しい、はい、じゃあ後で個人的にね、何それどっかでやります。どっかでどっかでやりますよ、もう。はい、どんどん行きます、はい、メールすごいんですよ、100万通来てるんで。そうだ、急がないと、ラジオネームアレルヤハレルヤさん。はい、おはからおはからあーちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとう。誕生日の朝をアッシさんと迎えるなんて素敵な始まりですね。あーちゃんラブでハッピーな誕生日を過ごしてくださいね。はい、あ嬉しい。アッシさん2人目あったの。あ 1番目は藤井アナ。それたまたまでしょ、そのたまたま歩いていく動線上に藤井さんが先いただけるじゃないですか。違う、藤井さんおはようございます。だその先に藤井さんにその局で会っただけでしょ。違うよ、会おうと思って会ったわけじゃないじゃないですか。会おうと思ったよ。ラジオネーム富岡のりおさん、はい、磯日彩香さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。花のマークがいっぱいついてます。嬉しい、ありがとう。はい、続きまして、ラジオネームカルピスさんさん。ほうほう、さんがついてるからさらにさんつけます。あーちゃん、あしさん、おはからです。おはから。そしてあーちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう。会って祝うことはできないけどこの思いを届いてると良いな、うん、ということで謎かけします。はい、誕生日とかけまして地域の活性化と解く。ほう、その心は都市が一つ増えます。お、都市が一つ増えます。これからも全力で応援するよ、カルピッチ。カルピッチでした。はい、ネズッチみたいな感じですね。さあまだいけますか。お願いします。ラジオネーム、最近野菜ジュースにハマってる E さん。E さん、ありがとう。E さん、はい、あーちゃんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。年を取れば取るほど時が過ぎるのを早く感じると思います、うん、私も、20歳代はあっという間に過ぎ去りました。そうですね、これからもその年その年を楽しんでくださいね、ということで。人生の大先輩から E さん、ねえ、はい、野菜ジュースにハマってる E さん。人として尊敬してる方なので。なるほど、ね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム調布のおっさんさん。なんで笑ってんすか。いやいや合ってるよね、はい、はい、そう、ひえ、なんと確か昨年も今日が誕生日でしたよね。いやおめでたいおめでたい、うん、あ、いやめでたいめでたい。タンオメハッピバー、もう大人じゃん。乾杯はビール派、ワイン派、シュワシュワ派、それともメロンソーダ。メロンソーダーだそうでございます。これ面白いね、去年も今日が誕生日でしたよねって、うん、毎年そうじゃない。誕生日ずれることあんのかなっていう。本当だよね、面白いな。めちゃくちゃ面白い。まだいただけてるんですか。はい、まだあと300通ぐらい、急がないと。いいですか、お願いします、ラジオネーム渋川のストロングマンさん。はい、お墓でございます。お墓、今日のテーマフリーテーマですが、あーちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとう。アイドル活動にラジオに多忙だと思いますが無理なくやってほしいですね、うん、良い1年でありますように祈っています、はい、ありがとう。ちなみにアッシさん、あんまりあーちゃんをいじめないで、いじめないですよ。わら、わら。どういうことですか。いじめてはいけないですよって書いてます。逆に私がいじめてますよね。本当ですよ、いじりすぎてね。足いじめられてる方ですから。からかっちゃうんですよ、面白いから。本当ですよ、大変なんですから。さあまだいけますね、はい、ありがとうございます。どんどんメール読んでますよ、ラジオネーム、金子南ジュニアバレーのどんちゃん。おー、あーちゃん、あーしくん、おはー、おはー。
あーちゃんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。素敵な1年になりますように。はい、早くコロナが収まってあーちゃん、さやき、まひろちゃんに会いたいな。うん、そしてあっしくんの家に遊びに行きたい。おわら今週は県のスポ小本部から練習禁止の連絡が来て、はい、金子南ジュニアバレーボールの練習ができません。うんうんうん、仕事が終わってから暇だよ。そうだよね。子供たちからのバレンタインチョコももらえない。あっしくんがたくさんもらったらちょこっとちょうだい。バクバクプププということでいただいております。ありがとうございます。アッシさんチョコもらえるかな。アッシはチョコ好きじゃないそうなんだよ、好きじゃないんだよね。チョコ食べない派なんで毎年困るわ。そう、チョコはいらないんですよ。それ言ってこいも、チョコいらないです。ありがとうアッシさん。お茶が欲しい、はい、分かった、お茶ね。お茶が、お茶とガムが好きなんで。じゃあ10本渡しますよ、はいはい、いらないけど、もしチョコだったらお茶とガムの方が嬉しい、はい、分かったよ。じゃあ14日ね。あ、いやいらないんですけど、はい、マルシオさんからもいただいておりまして、アーチおめでとうっていうメールありがとうございます。そしてルルちゃんからもですね、うん、あーちゃんハッピーバースデーとありがとう、今日は足取りのコケコッコーと元気に泣いていたわねっていう。ありがとうございます。ありがとう、ね、あーちゃんもらいに行ってくればいいじゃないか私行くの、うん、でも会いたいママちゃんにね、今日誕生日だからちょうだいって言えば確かに今くれる。今日最強説だから、今日最強だからね、誰にでもおねだりできるもん。確かに今日だけは金冠もらえるかな。かもう観覧に来てる人全員になんかおねだりした方がいいと思う。そして太田塾講師さんからです、はい、あーちゃんお誕生日おめでとう、今日は公立高校の前期選抜、あーちゃん受験生にエールお願いします。何回エールって言うかね今日しつこくならないかな。大丈夫、受験生1日1エールって決めてるんですよこっちは。いやいや今日はもう5エールぐらい言ってます、あーちゃんも言ってくださいよ。じゃあ分かった、で一緒によ、はい、受験生の皆さんせーのエール桜が咲きますように、はい、今日明日と頑張ってください。頑張ってください。さあというわけで皆さん本当にたくさんのメールありがとうございました。おめでとうございます。すごいね、いっぱい来ました ね明日呼んでくれてありがとう、はい、いやでも本当にたくさんの方に27年間で出会わせてもらって、うん、それはもちろんラジオをね、はい、やらせていただいてること、アイドルやらせていただいてることでアッシさんとも出会ってるわけだし。ああ、確かに。やっぱそういう自分が何かこう始めたりとかすることによって、うん、やっぱいろんな人に出会えて、それがまたつながることだから、うん、挑戦を忘れずに、はい、はい、27歳も頑張っていきたいと思います。あ、頑張ってください。ライバルはアッシくんです。なんでよ、俺のライバルは藤井さんですけどね。なんでやだって一番に会ってるのも27歳のアーちゃんに会った藤井さんが一番最初に会ったから。2番アッシさんじゃないわ。え、2番は観覧に来てたリスナーの方が一人いた、はい、なんで俺より先に会っちゃってんのよ窓越しで。早いな、アッシ3番やだというわけで皆さん本当にありがとうございました。また明日からも頑張ります、どうぞよろしくお願いします。はい、担当私磯日彩香と、はい、関谷氏でした。また明日お会いしましょう。せーの、バイバーイ、はい、バイバーイ。